佐藤あやみです。今回はですね、じゃーん、冬服をいっぱい買ってきました。イエーイ。ジプラのね、韓国ブランドのディーホリックをはじめ、あとはね、私の大好きなスナイデルだったりとか、あとすごいこちらもプチプラのプリーズマートとか、あとは定番のザラですね。はい、ザラも大好きなのでそちらに行ってきました。すごいね、可愛いものばかりなので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。では早速スタート。はい、じゃあまずザラからご紹介していきたいと思います。ザラは私が今着ているこのトップスでございます。このような感じのトップス、これちなみにサイズは S サイズでございます。で、ザラのね、タグって商品名とか書いてなくて、お値段とサイズしか書いてないんですね。ネットとかね、あとザラの店舗とかでもうこのね、形を皆さん探してほしいです。ぜひ気に入った方は。はい、ここね、この袖の部分、ここがゴムになっています。こういう感じですごい伸びます。で、ここはこういう感じ。はい、でね、ここのね、腕の部分、ここにフリフリフリってちょっとついてますね。うん、こんな風なデザインになってます。腕はめちゃ可愛い。で、首元もここの腕と同じようにゴムの素材になっております。ちょっとハイネックになっていますね。はい、めちゃくちゃ可愛い。でね、ちょっとキラキラが入っているんですよ。キラキラキラって、それもまた上品で可愛いなって思います。キラ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 って、なんか黒っぽいキラキラかなが散りばめられております。ここの下の部分はこんな風になってます。フリ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 って、ここと同じようにフリフリってなってます。最近はこういうちょっとね、柄物というか、私結構無地とかシンプルなものが多いので、こういう柄物を今年の冬は着ようかなということで買ってみました。で、アウターもシンプルなものがすごい多いので、まあ、シンプルにシンプル入れたらもうシンプルシンプルになってしまうけん、トップスとかそういうスカートとかはちょっと柄物とかにも今年は挑戦というか、そういうものも取り入れてコーディネートしてみようかなということで買ってみました。値段が5990円でした。で、ザラはね、すごいお安いものもあれば結構ね、割と値段するものとかもあるので、まあ、プチプラかって言われるとプチプラっちゃプチプラやけど、プチプラじゃないものもあるよみたいな感じなんですね。まあ、トップスこれ一つで5990円だと、まあ、プチプラではないのかなとは思うんですけども、でも他にも全然こういう感じの生地ですごいお安いものだったりもあるので、ぜひ皆さんもザラ行ってみてほしいなって思います。そして次、こちらフリーズマートでお買い物してきたものをご紹介したいと思います。フリーズマートはね、私前回も、てか結構前かな、のフリーズマート購入品出したことあるんですけど、可愛くて、なんだろう、シンプルなものとかもすごい多いんですね。で、しかもプラスすごいお安いというね、神的なお店でございます。フリーズマートで購入したものはこちらですね。はい、これまたシンプル買っちゃったなんですけど、これ形に一目惚れして買ったんですよね。私ほら、ワンピースになってます。で、私の大好きなハイネック、チョビハイネックにワンピース、スカートの部分はフリッとなっているようなタイプでございます。で、この袖もね、ほらボリュームがあって、この袖先キュッてなってるやつ、すごく伸びが良くて着心地が良さそうだなということで買ってみました。で、他の色とかもあったんですけど、こういうね、濃い色のブラウンのワンピースとかは持ってなかったので、ありだなと思って買ってみました。サイズがフリーサイズで、お値段が5900円でございます。で、レーヨンがね、すごく多く含まれているので、めっちゃ気持ちいい、触り心地がいいです。じゃあこれも着てみたいと思います。はい、着てみました。こんな感じ、首はこんな風に結構ね、詰まっているようなタイプになっています。そしてこのね、袖のところはボリュームがあって、すごく可愛いです。めっちゃ可愛い、このボリューム感ね、ほら、良くない？で、結構ここタイトなので、すごくメリハリがあるデザインなのかなと思います。スカートの部分は膝よりはちょっと上でもね、そんなに短すぎなくて、なんかちょうどいいですよ。上品な長さというか丈感ですね。で、スカートもふわっと広がっているので、これも足痩せ効果ですね。で、上がやっぱタイトで、下に向かってこう膨らんでいるデザインってすごく可愛いなと思います。着心地がいい、とにかくね、気持ちいい。やっぱレーヨンが入ってるものっていいですね。毛玉もできにくいと思うので、うん、だからニットっぽいけどニットっていう感じでもないっていうか、わかるなのですごく着やすいです。お手入れもしやすいかなって思います。次、スナイデルで購入したものをご紹介します。この間ね、スナイデルで私何買ったんだっけ、ブーツ買ったんですよね、ニーハイブーツ。なのでそれに合うものが欲しいなと思って、今回はまたスナイデルでワンピースを買いました。
最近ね、やっぱワンピースが1枚で決まるというか楽なので、ワンピースばっかり探しちゃうんですけど、このワンピースもめちゃくちゃ可愛いです。じゃーん、こんな感じ。こういう感じのものでございます。でね、色味がほら見て、なんかね、カーキっぽいようなグレーみたいな色なんですよ。珍しくないですか、こういう色。私あんまりこういう色とかを持ってないので、ちょっとこういう色買ってみようかなということで買ってみました。で、これもね、レーヨンが 60% 入っているので、すごく触り心地がいいです。で、お値段が1万1000円でございます。はい。で、ここね、ほら、デザインがベストみたいな感じになっています。このワンピースみたいにふわっと広がっているっていうよりは、もうストンと落ちているようなタイプでございます。で、横にね、スリットとかも一切入ってなくて、もうシンプルな作りになってます。じゃ、これも実際に着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。かわいい。やっぱりほら、デザインというか形がかわいい。なんかここの肩、私もなで肩なんですけど、目立たないですね、肩にこういうのがあると。肩パッドじゃないけど、肩がね、こうカクってしっかりしているものって、結構私的には上半身痩せて見えるかなと思ってるんですけど。で、腕の感じはこんな感じ。まあ、ゆったりとはしていますね。全然ゆったりしてる。でも、ここら辺は割とね、結構ピチッとしていて、丈が短めでございます。すごく丈が短い。タグが見えると、はい、なんか膝より全然上なので、で、これで私はニーハイブーツを着たいなと思って買ってみました。ストンっていうデザインなので、まあ、ちょっと体のラインが見えるから、まあ待機維持頑張ろうって感じなんですけどね。でも、アウターとかもすごい合わせやすいし、あと靴とかもショートブーツでも可愛いし、ロングブーツでもすごい可愛いのかなと思います。上には結構ボリュームあるんですけど、ここがあるけどね。でも、下はピタッとしていて可愛いですね。色味が何よりね、私珍しいなと思うので、すごくいいですね。他のカラーもあったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。次はこちら、リーホリックの商品ご紹介していきたいと思います。で、リーホリックはね、2個買いました。まず1点目、1点目もまたワンピースですね。こういう感じのワンピースを買いました。まあ、見た感じスウェットですね。シンプルになんかスウェットのワンピースっぽい感じっていうのかな。ほら、こことかもなんかスウェットっぽい感じよ。ほら、で、ゆるっとダボーっと着れるようなタイプ。結構これは長めのワンピースになっております。で、後ろがね、こういう風に見てゴムになっていて、後ろだけで、ここの後ろのゴムのところから、こうやって前に、ここにベルトというか、はい、こんな感じで前を縛れるようになっています。まあ、実際に着てみた方が分かりやすいかな。はい、こちら、じゃ、実際に着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。はい、ゆったりとしています。ほら、このベルトはね、こんな感じで、シンプルな黒っていうよりはちょっと石っぽい感じのデザインになってます。で、こうやってゆるっとできますね。うん。で、ほら、ここら辺とかもスウェットっぽい感じ。うん。結構私撫で方なので、それがちょっと目立つんですけど、まあいいかなと思いながらも。で、丈がね、すごく長かった。ほら見て、わかるかな、丈がすごい長いの。ちょっとベッドなのでごめんなさい。丈が結構長くて、膝より全然下、ふくらはぎぐらいの丈感ですね。うん、なんか思ったより長かった。なんか私、試着しないタイプなので、パッと見でなんとなくで買うんですけど、可愛いと思ったら直感で買うけど、これはね、思った以上に長かったですね。なので、全体で見るとこんな感じ。だから、ウエストが絞れてほんとよかった。ウエストが絞れなかったら、結構ダボダボダボっとしたような、まあ、着太りしそうな雰囲気のあるデザインでしたね。思ったより着太りして見えないですね。このウエストがやっぱキュッてしてくれてるっていうのもあるし、うん、なんか意外と大丈夫だった。黒だからかな。でも全然可愛い。ほら、こんな感じ、こんな感じ、まあ、黒だからかな。え、めっちゃ着やすいし、すごく可愛いです。これはリーホリックはすごいお値段も安いし可愛いし、本当に最高ですね。やっぱ韓国ファッションって可愛いよな。次はこの、ちょっと派手なんですけど、こういうスカートを買ってみました。プリーツスカートでね、これが、サイズがフリーサイズで、お値段が4050円でしたね。はい、ディープパープルというカラーです。でも見て、これ下の部分がすごい可愛くない？クリクリクリってなっとうと、ほら、ここ
ほら、クリ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 って。お腹のウエスト結構固めだから、すごい着やすいというかフィットしてくれるのかなと思います。私色物とか全然買うこともないし、大体ね黒とか白とかあとベージュとかブラウンばっかなんですよ、やっぱこの季節は。なので色味をねもうちょっとプラスしたいなと思ったので、こちらの派手なカラーを買ってみました。紫とかね、あとこういうツルツルのデザインというか生地とかもすごい好きなので、まあ、こういう派手なのもたまにはありかなということで買ってみました。じゃあ着ていきたいと思います。はい、着てみました。こんな感じです。めちゃくちゃ形が可愛い。これさ、布団で見えんよね。はい、こんな感じです。すごい可愛い。ほら。フリフリフリって下も乗ってて。で、ここはね、結構ストンってまっすぐなデザインなんですけど、思ったよりゆとりがあってね、なんかそんなに着苦しい感じはないですね。うん。で、やっぱこの下の、この、ここが可愛い。このクリクリ。ほら。めっちゃ上品じゃない。で、長さは足首より上、ふくらはぎよりちょい下目みたいな、結構長めですね。うん。で、めっちゃ可愛い。色味も可愛いし、ポップス何にでも合わせやすいというか、なのでシンプルなポップスであれば基本的に何でも合うからすごくいいですね。うん。シンプルなコーデでもこれだけ着とけばちょっとおしゃれに見えるというか、なんかそういう感じのデザインと色かなって思います。はい、というわけで今回は4つの店舗で購入してきたお洋服たちをご紹介しました。いかがだったでしょうか。結構ね、私普段から動画で紹介しているお洋服以外にも洋服大好きなので、いろんな店舗で買ったりするんですね。で、紹介しきれてないものだったりとか、やっぱインスタグラムとかでちょこちょこね、ファッションとかアップしてるけど、それでもね紹介しきれてない服とかもたくさんあるので、なんかこういう風にまとめてね、いろんな店舗で買った時とかはまた動画にできればなと思います。なんかもう洋服って何枚あっても足りんしさ、なんかやっぱ洋服って昔から大好きなんですよね。やっぱ飽きない、飽きない。トレンドが毎回違うし、その年の気分によってこういう色が好きだったり、こういう色を集めがちだったりとかいう風に変わったりも結構するので、なので、まあ、これからもね可愛いお洋服とかもたくさんご紹介できればなって思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。この動画が良かったよとか、チェックしてみようかなって思ってくださる方いらっしゃいましたら、グッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。